金玉って、メインキャラはもちろんのこと、ゲストキャラクターの声優も豪華だよな。三つ葉さんがナウシカだったり、宝泉が何でも鑑定団だったりするし、大御所も多いわよね。その中でも今回は、金玉がやらかした声優の無駄遣い10選を紹介していくぜ。それじゃあ行くぜ。一つ目に紹介するのは、アニメ第232話236話の、前方編に登場したぜ。前方編は、エリザベスが行方不明になる話よね。エリザベスの正体は、幻の傭兵部族、連邦の将軍、エレン。連邦たちの目的は地球侵略なんだぜ。ビョロズや、カツラ、海援隊、エリザベスの元カノフミコは、首謀者の、ベイダ教を止めるために宇宙へ向かうんだ。地球侵略の要である大サムライ用機動兵器が、ガンサムなのよね。見た目が完全にガンダムです。ありがとうございます。ガンサムやキャラのセリフや BGM など、とにかくガンダムのパク、パロディが散りばめられているのが連邦編だ。そして一番すごいのが、エレ、フミコ、ベイダ教の声優が、ガンダム本家に出演していることなんだぜ。エレンを演じたのは、機動戦士ガンダムで主人公アムロ、レイを務めた古谷徹さん。フミコを演じたのは、機動戦士ビクトリーガンダムでユカ、マイラスを務めた田中敦子さん。そしてベイダ教を演じたのは、機動戦士ガンダムでシャー、アズナブルを務めた池田修一さんなんだぜ。パクリを本家に演じさせちゃダメでしょ。パロディナ、ちなみに、新八とカツラの中の人もガンダムの主要キャラやってるからな。もうめちゃくちゃよ、さすが銀玉って感じね。本物つながりで二つ目に紹介するのは、アニメ第109話、人生は試験だに登場するわよ。山崎がカツラのいる上位市に潜入して、なぜか面接や筆記試験を受ける話だよな。しかも、なぜか試験に合格してしまった山崎は、そのまま潜入捜査の試験に突入するの。そこに教官として登場したのが、ドラゴン隊長よ。顔も、鼻の大きさも、ジャッキー、ジェンさんそっくりだな。そして、助っ人として呼ばれたのが、デブゴンよ。顔も、デブなところも、さも、ハン、キンポーさんそっくりだな。そっくりなのは、花やデブだけじゃないわ。彼らがそっくりなのは、その声もなのよ。ドラゴン隊長を演じたのは、ジャッキー、ジェンさんの吹き替えを務めた石丸ひろやさん。デブゴンを演じたのは、さも、ハン、キンポーさんの吹き替えを務めた水島優さんなのよ。なぜか、プロジェクト A の質の高いパロディが見れてしまう銀玉って一体。三つ目に紹介するのは、アニメ第76話、81話の、ヤグー編に登場したぜ。おたえさんを取り戻すために、よろずやと新選組がヤグー家に乗り込む話よね。そこに立ちはだかるのがヤグー四天王と呼ばれた精鋭たちだ。沖田と決闘することになるのが、その中の一人である南と水だぜ。この人って顔面男性器さんよね。そうだ。沖田に瞬殺され、登場にも弱者扱いされた雑魚それが顔面男性器さんだぜ。この顔面男性器さんを演じたのは、スラムダンクのルカワカエデなどあらゆる大物キャラを演じる声優、緑川光さんだぜ。何大物に小物のキャラ当てがってんのよ。その食材なのかは謎だが、陰陽師編ではケツの穴の兄である、ケツの生命という重要なキャラクターを、任されていたぜ。だって顔面男性器だもん。シスコン陰陽師の方がいいわよ絶対。四つ目に紹介するのは、アニメ第92話。人の短所を見るより長所を見つけられる人になれに登場するわよ。亀と呼ばれるスナイパーが、松平を狙うも、なんやかんやある話だな。この回は基本亀の語りだけで物語が進むんだけど、亀何にもしないのよね。亀がペットの亀吉に餌やったり、亀吉が産卵したり、主人公とも何の絡みもないし、物語に何一つ影響をもたらさないキャラクターなのよ。偶然女性の命を助けてしまい、ターゲットである松平から表彰されるんだよな。この亀を演じたのは、ナルトのウチハサスケや、ブリーチの石田ウユなど、一族がどうにかなっちゃうジャンプキャラクターを任される声優、杉山紀明さんよ。変な紹介はやめろ、言われてみればそうだけど。冷静で有能なキャラクターを演じることが多い杉山さんだけど、冷静でも無能な役。しかも、物語とは何の関わりもない、上脇役を演じるのはなかなかないんじゃないかしら？サスケに何やらせてんだよ、千鳥されんぞ。5つ目に紹介するのは、アニメ第188話、観察日記は最後までやりきろうに登場したぜ。寺子屋の北王子大五郎くんが、夏休みの自由研究でマダオの観察日記をつけて、それを発表する話よね。大五郎とマダオが交流していく中で、少しずつ家族になっていく感動ストーリーだな。途中から急に、花垂れ小僧大五郎くんの人格がハードボイルドになるところが特に好きよ。この回は、銀玉でも特に面白い回として有名だが、大五郎くんの登場回数はこの1話のみだ。北王子大五郎を演じたのは、ナルトの渦巻きナルトや、ハンターハンター第1作目のゴンなど、少年主人公をやらせたら最強の声優。
竹内純子さんだぜ。ナルト声優を1話だけで退場させたの。アニメ第216話にも登場しているぞ。まあどちらにしろもったいないから、とりあえず亀と大五郎でワンクールやってほしいよな。まあそれただのナルトなんだけどね。6つ目に紹介するのは、アニメ第186話、187話の、六角事件編に登場するわよ。オキタが父の仇として、キリエという少女に刺されるところから始まる話だよな。キリエちゃんの父親は、過激上位派、総会党が潜伏する旗を、六角屋の主人だったの。総会党の潜伏先を突き止めた新選組は、六角屋を吸収。キリエちゃんの父親は、一般人であるにもかかわらず、誤って沖田さんに殺されてしまったと、キリエちゃんは言うのよ。沖田含めて5人が出動して、沖田と神山という大使だけ生き残ったんだよな。沖田が資料室で六角事件を調べるシーンがあるんだけど、そこに神山がやってくるの。敵討ちで刺されたっていう沖田に、ケツですか、アナルですか、アヌスですか、それとも肛門ですか、って迫って、最終的にケツに刀ぶっ刺されてたよな。この変態野郎を演じたのは、忍たま乱太郎の土井半助やナルトの海のイルカ。鬼滅の刃の鬼物事務残党、優しい指導者をやらせると安心感が半端ない、関俊彦さんよ。いや最後の人全く安心できない。よくもまあ関さんに、アナルダの肛門だの言わせたわよね。スタッフ鬼にされなくてよかったよな。もったいないから、亀戸大五郎くんと神山さんでワンクールやりましょう。だからそれナルトだから、7つ目に紹介するのは、アニメ第136話、己の居場所は己で作るものなりだぜ。長谷川さんの引っ越し先を、銀さんと一緒に探す話よね。マダオに家を貸してくれる容赦なんてどこにもないぜ。マダオだもんね。そこで頼ったのが、歌舞伎町の救世主と呼ばれる不動産像だ。不動はどん底を生きる連中にも手を差し伸べ、居場所を提供してくれるんだ。1LDK を希望した長谷川さんに、3P が一番だよね。ってとんでも返ししてたわよねこのじいさん。犬 LDK って言って犬小屋紹介してきたり、M がつく先住民のいる犬小屋紹介してきたりな。このとんでもじいさんを演じたのは、初代ドラえもんや、バカボンのパパ、手塚治虫のひげ親父など、伝説級のキャラクターを演じた富田晃生さんだ。待って、ドラえもんって今が2代目じゃないの。初代が富田さん、2代目が悟空の野沢雅子さん、3代目が大山信代さんで、今は4代目だな。私の知らないドラえもん二人もいるんだけど。っていうか、そんなすごい人に 3P とか言わせないで。 3P だけじゃないぞ。ぶっ殺されて井の角そばばあとも言ってたぞ。ドラえもんはそんなこと言わない。富田さんは2020年に亡くなっているが、こんな下品な言葉を言う役は稀なんじゃないか。 3P が聞けるのはこの先も銀玉だけよ。8つ目に紹介するのは、アニメ第195話、199話の陰陽師編に登場するわよ。金時の大好きなお天気お姉さん、ケツの穴の天気予報が外れまくるんだよな。落ち込んでいるケツの穴に偶然出会った銀さんは、彼女に事情を聞き、協力しようとするの。そして、ケツの穴は陰陽師で、占いで天気予報を当てていたことを知るのよ。ケツの穴の元旦那で同じく陰陽師の、尻の道漫画呪法で阻害していたんだよな。式神タップ呪法でスマッチで決着をつけることになったケツの衆と尻の衆。そこによろずやが助っ人として参戦するのよ。シンパチは式神扱いなんだよな。カグラちゃんと全身タイツのシンパチが挑むのは、パングイ競争よ。ここでのパングイ競争は、パンデモニウム食い競争の略よ。こんな化け物食えるか。食べようと必死になるシンパチだけど、偶然シンパチの唇とパンデモニウムさんの唇が当たってしまい、ファーストキスを体験してしまうのよ。そして急に、パンデモニウムさんが美少女に見えてしまうの。パンデモニウムさんって誰？シンパチの前にいるパンデモニウムさんは、顔も可愛いけど声もすごく可愛いのよ。胴体そのままだから逆に気持ち悪い。この化け物、パンデモニウムさんを演じたのは、地獄少女のエンマアイや、犬夜叉のリン、君に届けの黒沼沙和子など、その美しい声で男性を虜にする声優、野戸まみこさんよ。美しい声に化け物やらせたらダメだろ。シンパチ役の坂口大輔さんは野戸さんのファンで、実際にドキドキしたそうよ。普通に考えて、のとさんに化け物やらせようって発想がすごいよな。のとさんの効果もあったのか、アニメ第249話、贈り物はお早めににも一瞬登場して、一瞬で食べられてたわ。のとさんを雑に扱うな。この爪に紹介するのは、アニメ第63話、ジャンプの次号予告は当てにならないに登場したぜ。忍者の前蔵が、先見の術が使える女の子、奥にちゃんをさらう計画を持ちかけられるも、裏切って奥にちゃんを守ってあげる話よね。なんか懐かしい。これに出てた、奥にを狙う敵の顔と名前、覚えてるか？ごめんなさい。
全く覚えてないわ。敵の名前はサイゾー。前蔵に前金として、オラギノールを渡したやつだぜ。オラギノール渡されたのは覚えてるけど、サイゾーは初めまして感覚だわ。じゃあ声も覚えてないか？失礼かもしれないけど全く覚えてない。このサイゾーを演じた声優だが、ルパン三世の次元大輔や、ワンピースの黒ひげ、ブラック、ジャック、ブリーチの凶楽春水など、ダンディでかっこいい役には欠かせない声優、大塚明夫さんなんだぜ。え？嘘でしょ、こんなモブ顔が大塚さん、声ですぐわかるはずなのに思い出せなかった。小物の敵だったし、顔も特徴がなくて、本当に印象が薄いんだ。大塚さんじゃなくてサイゾーが悪い。もっと強敵にいるはずの声よね。知らない銀玉ファンにも教えてあげたいわ。最後に紹介するのは、アニメ第84話、85話に登場するわよ。ハードボイルド同心の回だよな。江戸の自称ハードボイルドな同心、小銭形平次が、神出鬼没の伝説の盗賊、キツネビの長五郎を追う話よ。84話、男は心に固ゆで卵の最初の5分間、ハードボイルド同心、やりたい放題だったよな。歌歌ったりね。あの歌忘れられないのよね。小銭形さんは自称ハードボイルドではあるんだけど、普段は臆病だし、サボり癖はあるし、ハードボイルドなお店には緊張して入れないし、勤務中に風俗店に行って、女王様に鞭でしばかれる。超マゾヒストなのよ。全然ハードボイルドじゃない。この、ド M な自称ハードボイルドを演じたのは、ポケットモンスターの大木戸博士や、ワンピースのキザル、ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースの、ジョセフ、ジョースターなど、一度聞いたら忘れることのできない声を持つ、石塚雲翔さんよ。ハードボイルド同心話にはしか出ていなかったのに、顔もキャラも面白かったから、よく覚えてるぜ。本当になんなのよサイゾー、究極の無駄遣いしやがって。それにしても、こんなに格好良さそうで、格好良くないキャラを石塚さんにやらせるなんて。このまま最終回まで出ないと思われていた小銭形さんなんだけど、アニメ第308話、316話の、さらば新選組で再登場。ファンを喜ばせてくれたわ。ド M にも磨きがかかってたよな。2018年、惜しくも石塚さんは亡くなってしまうけど、彼のハードボイルド同心は一生忘れないわ。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。他にも、銀玉に無駄遣いされた声優さんがいたら、コメント欄で教えてね。このチャンネルではこんな感じで銀玉の動画を投稿しているから、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。無駄遣い、それは銀玉にとって最高の褒め言葉。今回の動画は、銀玉がやらかした声優の無駄遣い第2弾だぜ。それじゃあ行くぜ。一つ目に紹介するのは、アニメ第189話 A パート。今年できることは今年中にやっちゃった方が区切りがいいんだけど、つい来年から仕切り直しゃいいやって思って後回しにしてしまうのが年末のお約束に登場したぜ。タイトルが長い。上位戦争を調べる古川記者が、元上位氏の従軍記者で、現在は隠居生活をしている永井の元へ訪れる話よね。そこで古川は、上位戦争時代の伝説とされる、謎の人物について尋ねたんだ。狂乱の貴公子、桂小太郎。騎兵隊、高杉晋介。免許改伝の剣術の使い手で声のでかい、坂本達馬。彼らは長きにわたる戦闘で、国賊の汚名まで着せられた上位氏の希望だったんだぜ。でも、それは表向きの話なのよね。歴史の表舞台には姿を見せないが、一撃でアマントを倒し、味方から尊敬されていた、古川の探す謎の人物。白い悪魔と呼ばれ、敵からは恐れられていた、それこそが、銀座ガンダムじゃ。ここから普通にガンダムが登場します。ジャーナリストの古川紫伝を演じたのは、機動戦士ガンダムで会、紫伝を務めた、古川俊夫さん。元従軍記者、長井を演じたのは、機動戦士ガンダムでナレーションを担当した長井一郎さんなんだぜ。お二人ともガンダムシリーズに多数出演している声優さんだ。ガンダムじゃん。この回は、ガンダムを出したかっただけの、クレイジーアニメスタッフたちが手掛けた、機動戦士ガンダム30周年記念作品の第2弾括弧非公式なんだぜ。古川紫伝は、ご本人と役名のミックスだし、長井はそのまんま長井さんだけど、顔はそのまんまレビル将軍だし、他にも突っ込みたいところがありすぎて追いつかないわ。二つ目に紹介するのは、アニメ第272話、同窓会は思い出したくもない思い出も蘇ってくる、に登場するわよ。この回は、アニメ第271話、同窓会は遅れてくると入りづらいの、続きになっているんだよな。前回、銀さん、桂さん、坂本さんは、ある人物から上位氏の同窓会に招待されたの。彼らを招待したのは、上位戦争を陰で支えた、もう一人の英雄、幻のファイブマン、黒子の助け。ちなみに、銀時、桂、高杉、坂本は、奇跡の世代と呼ばれていたそうだぜ。
でも、黒子のがあまりにも黒子に徹していたせいで、誰も彼のことを思い出せなかったのよ。同窓会までになんとか思い出そうとする三人だが、全然関係ないことしか思い出せなかったんだよな。バスケと、ポカリと、ヤクルト、高杉の記憶ね。そして、騎兵隊参謀の竹地さんから、高杉さんからの手紙を渡された三人は、少しずつ黒子のことを思い出していき、心の奥底に封じ込めていた、ある記憶にたどり着いたのよ。みんな知っていると思うが、黒子の助けは、黒子のバスケのバリバリパロディです。もちろん黒子の助けを演じたのは、黒子のバスケの主人公で奇跡の世代幻のシックスマン、黒子哲也や、ハリー・ポッターなど、存在を消すことが得意な主人公を演じがちな、小野賢章さんよ。もちろんってなんだよ、パロディ役を本人が演じるって、当たり前じゃねえからな。銀玉がパロディすると本人出てくる、の当たり前体操だと勘違いしちゃったわ。ごめんなさい。銀玉のせいで感覚がおかしいの。普通に黒子のバスケのオープニング、キャンブも流れちゃってるし、グランロデオも当たり前じゃねえからな。5つ目に紹介するのは、アニメ第9話、喧嘩はグーでやるべしに登場したぜ。近藤さんが女性に振られた上、女をかけた決闘で負けたと知った土方さんたち。新選組はメンツのために、金髪の侍を探して、殺そうとしているのよね。チンピラ警察というより、ヤクザに近いよな。一方よろずやは、歌舞伎町町内会相談役兼大工の石田ピエール源八左衛門、63歳乙女座から、大工仕事の依頼を受けていたんだ。ごめんなさい、誰？石田ピエール源八左衛門、63歳乙女座。それさっき聞いた。こんなピエールいたかしら？ピエールは、アニメオリジナルピエールでピエール。原作にもピエールっぽいのが少しだけいるピエール。ピエールを演じたのは、ライオン・キングのザズーや、ハリー・ポッターシリーズのアーサー・ウィーズリー、など、本名はパッと出てこないけど、声は絶対秒で思い出せる、子供の頃からお世話になってます。声優の、梅津秀幸さんだぜ。それあんたが物を知らないだけだからね。梅津さんいつもお世話になってます。ちなみに、アニメ第94話と95話で、マダオが捕まった大江戸線筋肉バスター痴漢事件。その裁判を担当した、エロ DVD スロー再生&没収お奉行も、梅津さんだぜ。あの変態奉行結構好きだけど、もっといい役なかった？梅津さん、本当にお世話になりました。四つ目に紹介するのは、銀玉座セミファイナル第2話、新選組編、直前になって大事なことを決めるものじゃないに登場するわよ。銀玉座セミファイナルとは、2021年に公開された、銀玉座ファイナルの前日談だぜ。原作第76巻の話なんだけど、アニメの放送や映画ではカットされているかいよ。あらすじとしては、うつろと決戦した2年後の近藤が、少女性第3王女のバブルス王女と、制約結婚させられそうになっていたんだよな。ヤグー編の時に続いて2回目の結婚式よ。前回はバナナ入党直前におたえさんの邪魔が入って、破談になってしまったの。このことで昇進したバブルス王女は、夜な夜なよからぬゴリラたちと、バナナを吸引したり、炙ったり、悲惨な生活を送っていたそうよ。バナナの吸引は、少女性では違法行為です。そして、城に帰ってきた王女のお腹には、ロバート・ゴリニー・ジュニアがいたのよ。名前からして、絶対近藤、ゴリラ、イサオの子供じゃなくない？ジュニアを押し付けられた近藤さんは、なんとか式から抜け出そうとするわ。わけもわからず少女性人の言葉である、ウホを、使うんだけど、ウホの才能がありすぎて、胴上げからの強制着席を繰り返してしまうのよ。ウホの才能って何？でも式の最中、ジュニアの本当の父親が、バブルス王女と子供を取り返すため乱入。王女も今は近藤さんよりも、そのゴリラを愛していたので、なんやかんやで結婚せずに済んだわ。実はバブルス王女って、近藤に惚れてから、近藤と話したくて、地球の言葉を勉強してたんだよな。めちゃくちゃけなげで、いい女なのよね。そして、このゴリラ界一のいい女を演じたのは、ヘレナ・ボナム・カーターの吹き替えや、モンスターズ・インクのセリアなど、数多くの作品でいい女を演じる声優、高野うららさんよ。収録に参加した新選組の声優、千葉さん、中井さん、鈴村さんも、バブルス王女が本当に乙女で可愛いと、大絶賛していたんだよな。実は、高野さんのバブルス王女は2代目で、初代は近藤さん役の千葉進さんが演じているわよ。銀玉ザファイナルの DVD を購入するか、DTV でも視聴できるそうなので、ぜひバナナを片手にお楽しみください。5つ目に紹介するのは、アニメ第224話、青と赤のエクスタシーに登場するぜ。銀さんが、リサイクルショップ、地球防衛基地で、壊れた VHS と、壊れたブルーレイを交換してもらうのよね。よろずやに持ち帰った銀時は、誤ってブルーレイに刺さっていたディスク。呪いのブルーレイを再生してしまうんだぜ。画面に映ったのは、あの有名な井戸に似た井戸と、血まみれで包帯を体中に巻いた女性だったんだ。
彼女の名は、天皇天使ブルーレイコ。説明しよう、天皇天使ブルーレイコは、マッドサイエンティストに作られた、都市侵略型プログラムよ。再生されることであらゆるシステムに取り付き、呪縛し、昇天させる電脳ウイルスなの。しかし、借金苦で使用前に売られたブルーレイコは、行く当てがなくなってしまうんだ。彼女は次の住処が見つかるまで、よろず屋のテレビに居候させてほしいと、お願いするんだぜ。ブルーレイコちゃん、いろんな意味でよろず屋のテレビをブルーに染めちゃうのよね。そんなブルーレイコを演じたのは、デジ・キャラットの口・キャラットで、デビューし、現在はルパン三世の峰不二子を演じるなど、可愛らしい女の子から、色気のある女性まで、幅の広い声を持つ声優、沢城みゆきさんだぜ。どうでもいい情報かもしれないが、二人とも同じ6月2日生まれで、身長差は2センチだ。もったいない、沢城さんなら最低でも3人くらい、銀玉のキャラクターを演じられると思うわ。6つ目に紹介するのは、アニメ第93話、ヒーローだって悩んでるに登場したわよ。バレンタインの日に、よろず屋の屋根を突き破って、空から特大チョコが降ってきたんだよな。チョコを落としたのは、地球に出張できていた、ウルトラマン的なあれ。スペースウーマンよ。彼女は思い人にチョコをあげたいけど、緊張で渡せず、悩んでいたの。しかも渡そうとしていたチョコは、カグラとギントキに食べられちゃうんだよな。スペースウーマンは、結婚適齢期を過ぎた37歳。妻子ある上司と恋をしたり、人恋しさに毎晩違う怪獣に抱かれたりして、スペースウム光線以外の色々な技も覚えたそうよ。どんな技だよ。疲れ、乾き、絶望し倒れた時に、彼女の元に現れたのが、思い人であり、敵でもある怪獣将軍チェリー大佐よ。思い人敵だったの。脇目も振らず宇宙の平和を守り、婚期を逃した彼女は、逆に宇宙を征服するため脇目も振らず走り続け、婚期を逃したチェリー大佐に、シンパシーを感じていたそうよ。宇宙の平和が心配なんだが、そんな婚期のためだけに怪獣を倒してきた、スペースウーマンを演じたのは、美少女戦士セーラームーンの愛と美貌の戦士セーラービーナスや、アニメ映画とは違い、愛情深いキャラクターの実写版マレフィセントの吹き替えなど、声からも愛が溢れる声優、深見里香さんよ。愛と美貌の戦士に、変な技を覚えさせないで。そしてチェリー大佐を演じたのは、名探偵コナンの小島元太や高木刑事、GTO の鬼塚英吉など、様々なキャラクターの、声帯を持つ声優、高木渡さんよ。確かにチェリー大佐はちょい役だったけど、声は高木さん以外考えられないよな。深見さんはそれ以外に、土方さんの腹違いの兄である、土方為五郎の妻役でも出演しているわよ。二人の恋の行方？とりあえず宇宙の平和は守られました。現場からは以上です。七つ目に紹介するのは、アニメ第37話。サンタなんていねえんだよって言い張るやつこそ本当はいるって信じたいんだよと。アニメ第137話 B パート、サンタはいないってやつこそ本当は信じたいのね。この天の弱さんに登場するぜ。サンタよね。サンタだぜ。37話では、ソリが壊れた挙句銀時にボコボコにされ、銀時に黒い服を着せられ、泥だらけの暴風に剣玉をくれるおっさんと化したサンタ。137話では、借金取りに追われる元サンタが見られるぞ。37話は、私の個人的な神回の一つなのよね。ダンディな顔で頭の中下ネタばっかの屋台の親父とか、金さんとサンタと弁の掛け合いとか、いちいち面白いのよ。そんな散々なサンタを演じたのは、名探偵コナンのアガサ・ヒロシや、あたしんちのお父さんなど、身内にいるとなんか安心するし、敵役だと強そうで不安になる声優、尾形健一さんだぜ。めちゃくちゃ個人の感想です。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。あまりにも豪華でもったいないから、古川市伝以外の紹介したキャラたちで映画でもやらないか？なんで古川さん以外なの？カツラとか徳川サダサダとか、現在とかカムイとか、のみさんとか、スズランとか、タケチとか、クリコとか、ジグゾウとか、フミコとかなら混ぜてやってもいいぞ。それってもしかして、このチャンネルは銀魂と、ハリー、ポッター、ファンタビを応援しています。まだまだ紹介できていない、愛すべき無駄遣いがたくさんあるから、ぜひまたコメント欄で語ってくれたら嬉しいわ。このチャンネルではこんな感じで銀魂の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。今回は、銀魂が誇るメインキャラの豪華声優陣15選を、皆さんの代表する、他作品のキャラクターと一緒に紹介していくぜ。ご存知の方がほとんどかもしれないけど、改めて見ても豪華すぎるから楽しんでいってね。それじゃあ行くぜ。一人目に紹介するのは、本作の主人公坂田銀時だぜ。銀さんを演じているのは、杉田智和さんよ。杉田さんは、1998年の弱冠18歳。高校3年生の時に、ラジオドラマ版、魔装騎士サイバスターの神事、桐原役で、声優デビューしたぜ。
もともと活躍していた杉田さんだけど、銀魂と同じく2006年に演じた鈴宮春日の憂鬱のキョン役で、知名度がさらに上がったわよね。オタクは大体、ハレハレ愉快知ってたし、杉田さんご本人のダンスも癖がすごい。銀さんとキョンは、現在でも杉田さんを代表するキャラクターよね。その他にも紹介しきれないキャラクターばかりだけど、私は2012年に放送された。ジョジョの奇妙な冒険戦闘恐竜の、ジョセフ・ジョースターが印象的だな。スタンド温泉編やっちゃってたもんね。ちなみに、ハードボイルド同心こと、小銭形平次を演じた石塚雲翔さんは、年を取ったジョセフ・ジョースターを務めているぞ。夢の共演なはずだけど、なんか違う。杉田さんは銀時役のオーディションの時、一人だけかっこいい主人公の演技ではなく、銀時をギャグキャラクターとして演じ、異彩を放っていたそうだ。確かに銀さんってかっこいいけど、基本はだらしないギャグキャラだもんね。それが当時の音響監督である高松さんの目に留まり、空知先生も大賛成。見事銀時役を射止めたそうだぜ。ふざけるところはふざけて、締める時には締める。杉田さん自身が、銀さんそのものに見えるくらい、役にぴったりな方だと思うわ。二人目に紹介するのは、ツッコミができるメガネかけっこと、志村新八よ。新八を演じているのは、坂口大輔さんだぜ。坂口さんは、1992年、美少女戦士セーラームーンの、猫役でデビューしたわ。猫。そして1993年、声優になるきっかけにもなった、機動戦士ビクトリーガンダム。で、主人公のウッソ、エビンに大抜擢。デビュー1年にして、ガンダムに乗りたい、という夢を叶えてしまうのよ。すごすぎる。私もガンダムに乗りたい。その他にも、あたしんちの立花ゆず彦や、グラなどの篠原洋平など、数多くの作品に出演しているわよ。私は、新八を知った後に偶然見た、クレヨンしんちゃんで、ヨシリンの声を聞いた時に、坂口さんでびっくりした記憶があるぜ。坂口さんは、空知先生が認めるくらい、見た目もツッコミなところも新八そっくりで、周りからは、リアル新八と呼ばれているわよ。ガンダムに乗り、新八を演じるために生まれてきた男。それが坂口大輔さんです。3人目に紹介するのは、ゲロも吐けるヒロインカグラだぜ。カグラちゃんを演じているのは、釘宮理恵さんよ。釘宮さんは、1998年に発売されたゲーム、エチュードプロローグ揺れ動く心の形、の佐伯優美役で声優デビューしだぜ。ツンデレの女王という異名を持つ釘宮さんは、その他にも、トラドラ、の愛坂大河や、ハヤテのごとく、の三千院凪など、数々のツンデレヒロインを演じているわよ。まさかあの釘宮さんがゲロを吐いたり、下ネタ連発するキャラを演じるなんて、当時は考えられなかったよな。私は、鋼の錬金術師のアルフォンス・エルリックも、少年役のイメージがあまりなくて印象的だったけど、カグラちゃんの衝撃には勝てないわね。釘宮さんは、当初は下ネタなんて絶対言いたくない。って思ってたのに、どんなに汚い言葉でも台本にあればさらりとつぶやけるようになってしまった。と、銀魂終了後のインタビューで語っているぜ。ピュアだった頃の釘宮さんも大好きだけど、カグラちゃんを使いこなす釘宮さんはもっと好きよ。ちなみに、オーディションの時は坂口さんと一緒だったそうだ。その時銀時役をしていた方が、銀時を、銀次と読み間違い。そこで釘宮さんが、銀八です、と嘘を教え、坂口さんが、銀時だから、と突っ込んだそうだぜ。オーディションから二人とも出来上がりすぎ、四人目に紹介するのは、ゴリラ界一のいい男。新選組局長兼ストーカーの近藤さんよ。近藤を演じたのは、千葉進さんだぜ。千葉さんがデビューした年は、詳しくは分かっていないんだけど、1990年代の中期頃から、声優として本格的に活動しているわ。透明感のある声をお持ちの千葉さんは、ヒカルの後の藤原の際や、キューティーハニーフラッシュの早見誠司、神風怪盗ジャンヌの名古屋千秋などの、美形役も数多く演じているぜ。演技の幅が広すぎて、斎藤近藤さんが同じ声って、未だに結びつかないのよね。そういえば最近某教育テレビを偶然つけたら、おとっぺというアニメ作品がやっていたんだ。そこで千葉さんが、メタルクというメインキャラクターを演じていて驚いたぜ。近藤さんと教育番組は、一番遠い存在だもんね。ちなみに、初代バブルス王女役でゴリラの練習をしていたら、俺ゴリラだわと思ってしまうくらい、ゴリラが上手くなったそうだぜ。5人目に紹介するのは、昔は2枚目常識人キャラだったはずの新選組副長、土方藤四郎だぜ。土方さんを演じているのは、中井和也さんよ。中井さんは1995年に、空想科学世界がリバーボーイの最悪でデビューするぜ。ワンピースのロロノア、ゾロや、戦国バサラのレッツファーリーこと伊達政宗、サムライチャンプルーの無限など、刀剣で戦うキャラクターを演じることが多いわよね。逆に刀を持っていないと、あれ
珍しいなと思ってしまうよな。全然刀持ってない役もやってるんだけどね。例えば、ボーボボのケセランとサランとか、筆箱とかね。急にチンキャラ紹介しないで。誰もわからないから。あと最近では、ミラベルと魔法だらけの家にも、中井さんが出演していて、素敵な歌声を披露していたわよ。ちなみに、銀魂ではほとんどのメインキャラがオーディションで選ばれたそうなんだが、中井さんに限っては、スタッフからのご指名だったんだぜ。声はもちろんぴったりだし、なんだかんだで土方さんも中井さんも、いじられキャラなのよね。6人目に紹介するのは、最後までブレない S を貫いた新選組一番隊隊長沖田さんよ。沖田を演じているのは、鈴村健一さんだぜ。鈴村さんは、1994年に、マクロスセブンのモーリー役でデビューしているわ。機動戦士ガンダムシードディスティニーの新アスカや、黒子のバスケの紫バラ篤史、坂本真綾さんの夫など、多くの作品で重要なキャラクターを演じているよな。坂本真綾さんの夫は役じゃなくて本物です。最近では、鬼滅の刃の、イグローバナイを演じていたな。鬼滅の刃って、銀魂の声優さんも多いわよね。あと、ボーボボもかなり多い。ボーボボネタ引っ張るのやめて。鈴村さんが思う、沖田との共通点はドSなところで、一番好きなセリフはアニメ第35話 B パート。外見だけで人を判断しちゃダメで沖田が言った。うんこしろだそうよ。本当に銀魂の初期から最終回まで、このセリフが好きだって言ってくれてるよな。ちなみに、千葉さん、中井さん、鈴村さんの銀魂での最後のセリフは、うほ、だぜ。7人目に紹介するのは、狂乱の大ボケ。桂小太郎だぜ。桂さんを演じているのは、石田明さんよ。石田さんは、1990年に、世界名作童話の王子様役でデビューしているぜ。誰も真似できない独特な声を持つ石田さんは、新世紀エヴァンゲリオンの渚薫、最近では、鬼滅の刃の赤座を演じるなど、数々のヒット作に出演しているわよね。美少女戦士セーラームーンスパーズでは、フィッシュ、アイという中性的な役を演じていたが、声が性別を超えていて、純粋に声優ってすごいなと思ったぜ。初めて見た時は、石田さんがやっているなんてわからなかったわよね。極力歌うことをしない石田さんだが、銀魂ではカツラップやオペラなどを披露してくれているぞ。ビーズとかね、石田さんは収録中笑わないことで有名らしいんだが、アニメ第165話。柳の下に土壌はたくさんいるのウィルス・ミスでは、笑いが止まらなかったそうだぜ。よほどの珍事みたいで、キャストの方々のインタビューでも、よく話題に上がっているわ。8人目に紹介するのは、ダークマターの創造主で歌舞伎町の女王、おたえさんよ。おたえを演じているのは、雪野さつきさんだぜ。雪野さんは、1992年の海外ドラマ、素晴らしき日々の少女 C 役でデビューしているわ。犬夜叉の日暮らしかごめや、ブリーチの至宝院夜市など、ご本人と同じく、真の通った役がとても似合う方だよな。日暮らしの泣く頃にの園崎姉妹は、結構強烈ですごかったわ。おたえも園崎姉妹も、怒らせたらやばい。雪野さんがおたえを一番いいなと思うのは、男性陣よりも、男なところ。残念だと思うのは、男運のないところと言っていたんだけど、雪野さんが一番好きな銀魂の男性キャラは、近藤さんなんですって。雪野さんに好かれているなんて、よかったな近藤。10人目に紹介するのは、クールで可愛いボケキャラヤグー久兵衛だぜ。キューちゃんを演じているのは、折笠文子さんよ。折笠さんは、1999年に、GTO の冬月あずさ役でデビューしているぜ。ブリーチの朽木ゆきあや、鋼の錬金術師のリザ、ホークアイなどのクールで、かっこいい女性が多い印象だけど、スイートプリキュアの南の奏のような、可愛らしい女の子や少年、老婆まで、様々な役を演じていらっしゃるわよね。最近やっている、某お母さんと一緒に見る子供番組の人形劇では、ひょうたんを演じているそうだぞ。ひょうたん。ひょうたんの性別はないそうだ。性別がない、キューちゃんの究極の願いはひょうたん。ちなみに、セリフでピー音が入ったのは、キューちゃんが初めてなんですって。10人目に紹介するのは、ド M なストーカー剣士松屋さっちゃんよ。さっちゃんを演じているのは、小林優さんだぜ。小林さんは、2003年にラジオドラマ、悪魔の味方の、高梨城役でデビューしているわよ。稲妻イレブンの霧の乱丸などの少年役や、シュタインズゲートの、ウルシバラルカ、格好男の子などの可愛らしい役。そして、進撃の巨人のサシャ、ブラウスや、さよなら絶望先生の木村カエレなどのトリッキーな役まで、何でもこなすぜ。実は一番トリッキーなのは、小林さんご本人なのよね。金時役の杉田さんは、小林さんと共演することが多いそうなんだが、あまりにも小林さんがハイテンションなので、生命エネルギー的な何かを吸われている気がする、と語っていたそうだぜ。リアルさっちゃんと銀さんみたいで面白いわね。
ちなみに、銀魂のインタビューやラジオでは、サッちゃんをイタコ的に呼び出してくれるぞ。11人目に紹介するのは、フック多すぎだゆー、スクヨだぜ。スッキーを演じているのは、海田優子さんよ。海田さんは、2000年の海外ドラマ、シナリオライターは君だ、の、吹き替えでデビューしているぜ。海田さんはもともと外国映画の吹き替え志望だったということもあって、アン・ハサウェイの吹き替えや、ガル・ガドットの吹き替えなど、多くの海外女優の吹き替えを務め、機動戦士ガンダムユニコーン0096のマリーダ・クルスや、約束のネバーランドのイザベラなど、アニメでも活躍していて、本当に多くのキャリアを持っている方よね。洋画や海外ドラマの吹き替えを見ると、かなりの確率で海田さんが出演しているよな。海田さんご本人も、演じている役同様とても美しい方なのよね。12人目に紹介するのは、歌舞伎町一のいい女。音瀬さんよ。音瀬さんを演じているのは、クジラさんだぜ。クジラさんのデビュー作はわからないんだけど、1980年代から活躍しているベテラン声優よ。クレヨンしんちゃん、ドラえもん、忍たま乱太郎、名探偵コナンなど、国民的アニメで多くの役を演じているぜ。どんなサブキャラでも、クジラさんの声はいつまでも記憶に残る、素晴らしい声なのよね。ナルトのオロチマルは本当に唯一無二だよな。私、弾丸論破の大神さくらちゃんも好きなのよね。まさかの JK。ちなみに、クジラさんが好きな銀魂の男性キャラも近藤さんなんですって。近藤めっちゃモテてる。うー、3人目に紹介するのは、万能すぎるからくり家政婦、玉だぜ。玉さんを演じているのは、南尾美さんよ。南さんは1985年に、小さな森の聖アイアム、スマーフのハンディ役でデビューしているぜ。島次郎や、おじゃる丸の茜、ニコリン冒頭の明るく可愛らしい役や、少年役を多く演じているけど、コードギアス反落のルルーシュの、ユーフェミア、リ・ブリタニアや、機動戦艦なでしこの星の、ルリなどの、女性役も務めているわ。子供の頃からお世話になりまくっているな。南さんの夫は上田裕二さん。おじゃる丸ではキスケやおこりん坊など、実はご夫婦揃ってお世話になっているのよね。銀魂ではカッパのエビナさん役で、上田さんが出演しているわよ。14人目に紹介するのは、アニメ開発の燃えない系猫耳キャラのキャサリンよ。キャサリンを演じたのは、杉本優さんだぜ。杉本優さんは、1997年に、マナミ&ナミスプライトの、ノリホンマナミ、ナミ役でデビューしているわよ。名探偵コナンの宮本由美や、シンテニスの王子様の遠山金太郎、トットコハム太郎のマイドくんやネテルくんなど、猫耳おばさんとは遠すぎる役を、普段は演じているぜ。銀魂では他にも、ピンコやシャザーンなど多くの役を務めていて、銀魂を支えてくれているわ。何度も言うけど、声優ってすごいんだな。15人目に紹介するのは、マダオという永遠の無職長谷川大蔵だぜ。長谷川さんを演じたのは、立木文彦さんよ。立木さんは、1982年に、戦闘メカザブングルのウォッチ役でデビューしているぜ。新世紀エヴァンゲリオンの怒り言動は、銀魂でもたびたびネタにされるくらい有名よね。ブリーチのザラキケンパチや、ワンピースの赤いムサカズキなど、とにかく強すぎるキャラクターが多い印象だよな。マダオもある意味強いけどね。最近は、テレビや映画のナレーションを聞いても、全部マダオで再生されるようになってしまったぜ。それぐらい、マダオがハマり役だったのよ。実写でもマダオ役やってたし、マダオは立木さんしかできない。ちなみに銀魂の収録で、立木さんがセリフを言うと、いい声すぎて皆がざわつくそうだぜ。まさにダンディーなお声役してマダオだもんね。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。やっぱり銀魂のメインキャストって豪華よね。しかも、全員が役にぴったりだったわ。そして、今では銀魂のキャラクターが、皆さんの代表作になっているんだよな。15年も変わらないキャストで続けてくれて、感謝しかないぜ。みんなはこの中で誰が一番印象的だった？たくさんの思い出なんかもコメント欄で教えてね。このチャンネルではこんな感じで銀魂の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。今回は、声優が豪華すぎる銀魂キャラ10選を紹介していくぜ。この動画では、銀魂のレギュラーキャラクターを中心に紹介していくわよ。それじゃあ行くぜ。一人目に紹介するのは、松平片栗子かっこ乙女座だぜ。松平さんは、見た目はヤクザだけど、幕府の治安組織を束ねている警視庁長官なのよね。江戸の治安を脅かすテロリストたちを、テロリストよりも過激な方法で叩き潰すことから、破壊神の異名を持っているぜ。大体戦艦引き連れてくるイメージあるもんね。松平は発言や命令が理不尽極まりない。娘の彼氏がチャラ男だと知ると、新選組を率いて、そいつを狙撃しようとしたり、適当な理由で銃を乱射したりするクレイジーなおっさんだぜ。
キャバクラで毎晩合流したり、将軍を連れ回したり、でも、決めるときは決めるのよね。そんな、はちゃめちゃが押し寄せてくる松平を演じたのは、若本のりおさんだぜ。若本さんは、サザエさんのアナゴさんや、ドラゴンボール Z のセル、滑らない話のナレーションなどを務めている、同業者にもファンが多い声優界のレジェンドよね。空知先生は声優の指名は滅多にしないそうなんだが、松平はアナゴさんをやっている人がいい、と、珍しく指名されて決定したキャストなんだぜ。アニメ第119話、タバコは一箱に1、2本バフンみたいな匂いのするやつが入っているわ。若本さんがセルとして出演していた、ドラゴンボールのパロディ回なの。その回で若本さんは、スカウター小太りタンクトップおっさんこと、スーパー地球人役で出演していたよな。やっとな。ちなみにセルそっくりのセロは、金時役の杉田智和さんが、セルそっくりに演じているぜ。パロディ役が南すぎててカオス。二人目に紹介するのは、海坊主よ。海坊主の本名は、観光だそうだぜ。見た目はハゲているけど、宇宙最強と称されるエイリアンバスターで、カグラとカムイの父親でもあるんだ。海坊主が最初に登場した時は、バーコードハゲ。カグラちゃんにむしり取られてつるっハゲ。それから頭の上にナイロンを乗っけてみたり、アルタナの力でふさふさになってみたり、毛根が死滅している割には、髪型が安定しないのよね。金玉には貴重なハゲキャラであり、強キャラでもあるぜ。そんな最強のハゲお父さん、海坊主を演じたのは、早見翔さんよ。早見さんは、渋すぎる超低音ボイスで、ブリーチのアイゼン・ソウスケや、戦国バサラの明智光秀など、多くの作品に出演しているよな。早見さんは、金玉で海坊主を演じたことがきっかけで、今まで演じることのなかった、ギャグキャラのオファーを受けることが増えたそうよ。あのいい声で面白いこと言われたら、絶対笑ってしまうからずるいよな。3人目に紹介するのは、坂本達馬だぜ。坂本さんは、見た目は銀さんと色違いの毛玉だけど、銀さんと一緒に上位戦争に参加した戦友であり、戦後は、商船団、海援隊を率いて、宇宙で青函貿易をしているのよね。登場から大体笑ってるし、大体銀時の名前は間違うし、大体船酔いでゲロ吐いているし、大体お嬢ちゃんに、脳選球されているぜ。あんなんだけど、詐欺師と言われるほど商売上手で、人望が厚いすごい人なのよ。そんな、オープニング、エンディングの専属キャラこと坂本を演じたのは、三木慎一郎さんだぜ。三木さんは、ポケットモンスターの小次郎や、ブリーチの浦原キスケなど、人気作品には欠かせない方よね。坂本は出番こそ少ないけど、登場回はギャグとシリアスがいい感じに配分されていて、面白い回が多いんだよな。三木さんは、アニメ第33話、人の名前とか間違えるのは失礼だで、坂本さん以外にも、渡辺篤史さんのパロディである、渡辺篤之助も演じているわよ。4人目に紹介するのは、ヘドロさんよ。ヘドロさんは、よろず屋の裏隣で花屋、ヘドロの森を営んでいる抱き二族のアマントだぜ。見た目は鬼のように恐ろしいが、心はまるで菩薩。どんな小さな命でも大切にする、優しく温厚な人物だ。気遣いのできるいい人なんだけど、マナーやルールを守らなかったり、命を粗末に扱う人には、容赦なく鉄拳制裁を加えるから、いつまでも皆から誤解されちゃうのよね。もともとの名はヘドラで、パラッパーヘブンという寄生生物に寄生されるまでは、見た目通りの恐ろしい性格だったそうだぜ。この、悲しきモンスターであるヘドロさんを演じたのは、源田鉄章さんよ。源田さんは、クレヨンしんちゃんのアクション仮面や、アーノルド・シュワルツェネッガーの吹き替え、最近では、ワンピースのカイドウなど、アニメや吹き替えやナレーション、あらゆる場面で馴染みが深い方だよな。宝泉役の銀河万丈さんや、松平役の若本のりおさんとは同期だそうよ。みんな強すぎる。アニメ第219話のエンディング終了後から、アニメ第220話、戦闘では身も心も丸裸では、ヘドロ一家が登場するんだが、8人すべてを源田さんが演じているぜ。ストーリーも下ネタ満載で面白いから、ぜひチェックしてくれよな。5人目に紹介するのは、高杉晋介だぜ。高杉さんは、銀さんや桂さんと同じく吉田松陽の弟子であり、共に上位戦争で戦った名優よ。戦後は、腐敗した幕府だけではなく、世界すらも壊そうと、上位浪士からなる、過激派武闘派集団、騎兵隊を率いて暗躍しているわ。見た目通りの危険人物だが、物語の終盤では天然なところが露見したり、他人に淡々と突っ込んだり、本人の意図していないところで、ギャグ要因に片足を突っ込んでいるぜ。原作74巻の質問コーナーでは、ストレスまみれで生きているので、ヤクルト、ヨーグルトなどの胃に優しい乳酸系が好きと、空知先生から暴露されていたわね。そんなストレス社会に生きる過激派上位浪士の高杉を演じたのは、小安武人さんだぜ。小安さんは、新世紀エヴァンゲリオンの青葉茂や、ボボボボボボボのボボ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 、
ジョジョの奇妙な冒険のディオ、ブランドー、ワンピースのクザンなど、どの作品に出演しても、魅力的で存在感のある演技をされる方よね。シチュエーション CD を日本で初めて発売したり、声優ユニットを自らプロデュースしたり、高杉と同じく、カリスマ性に溢れているよな。高杉さんの登場回数はそこまで多くないものの、人気はいつも上位。グッズ展開も新八や近藤さんより多かったので、小安さんはグッズ用の収録に現れては、新八役の坂口さんに、あれ？新八はグッズの収録ないの？と煽りまくっていたそうよ。騎兵隊は他にも、人斬り万歳の通り名を持つ剣豪、川上万歳を、しましま虎の島次郎のトリッピーや、マクロスプラスのイサム、ダイソン、などを務めた山崎匠さん、ロリコン参謀の竹地扁平太を、ちびまる子ちゃんの長沢くんや、サザエさんの磯野波平、二代目などを務めた、ジャフーリンさん。人斬り二蔵と呼ばれた盲目の剣士、岡田二蔵を、モンスターズ、インクのランドール、ボックスや、ナルトのサソリの傀儡ヒルコなどを務めた、青山豊さん。赤い弾丸の異名を持つ木島またこう、極戦の山口久美子や、ポケットモンスターダイヤモンド&パールの望みなどを務めた早見里沙さんという、声優でも強すぎるメンツが集まっているわ。6人目に紹介するのは、東条歩夢よ。東条は矢宮四天王の筆頭で、久兵衛のお目付け役だよな。見た目は静かな強キャラっぽいんだけど、久ちゃんのストーカーしたり、ローションを使う風俗店に詳しかったり、見事ギャグキャラ一直線よね。久兵衛にゴスロリを着せようとして爆破されたり、カーテンのシャーってなるやつを、ロフトに買いに行ったりな。そんなソープとロフトを行き来する登場を演じたのは、遊佐浩二さんよ。遊佐さんは、ブリーチの一丸銀や、青のエクソシストの島連蔵、弱虫ペダルの御堂筋明など、京都人か糸目を演じさせたら、右に出る者はいないよな。ユサさんのようなすごい方が登場を演じてくれたから、登場の面白さが際立つのよね。実は結構強いはずなんだけどな、変態が過ぎるから忘れそうになるけど、7人目に紹介するのは、カムイだぜ。カムイは、海坊主の息子で、カグラちゃんのお兄さんよ。そして、若くして宇宙海賊春雨の第7師団団長なのよね。見た目は笑顔で温厚そうだが、本性は凶暴で冷酷な戦い続けることを生きがいにしている戦闘狂だ。空知先生は、サイヤ人とプレデターを足してカグラで割ったら鋼の錬金術師になった、とカムイについて語っているそうよ。下ネタのオンパレードである銀玉でも、日の輪と一発やらせてくださいは、さすがに変更されてしまったカムイを演じたのは、日野聡さんだぜ。日野さんは、ナルトのサイヤ、バクマンの高木明と、最近では、鬼滅の刃の煉獄杏寿郎を務めて、社会現象にもなったわよね。カムイはギャグ要素がほぼないキャラクターなんだが、日野さんご本人はギャグもやりたかったそうだぜ。喧嘩するほどなんとやらのカグラちゃんとカムイだけど、カグラちゃんを演じる釘宮さんとは、他作品でも共演が多く、仲良しなんですって。第7師団では他にも、第7師団副団長のアブトを演じているのは、ナルトのジライアや、ゴールデンカムイの鶴見中尉などを務めている、大塚宝中さんだぜ。第7師団、勝てる気がしない。8人目に紹介するのは、今井のぶめよ。のぶめの見た目は可憐な女性だが、見回り組副長の女性剣士で、凄腕の暗殺者でもあるんだよな。元奈落で好戦的なところもあるけど、ドーナツが大好きで、クールにボケるところも、ギャップがあって可愛いわよね。意外とノリがいいよな。実写映画では栗山千明さんを希望している、のぶたすを演じているのは、平野綾さんよ。平野さんは、鈴宮春日の憂鬱の鈴宮春日や、デスノートの天音美沙などを務め、歌手としても大活躍している方だよな。ミュージカル女優もやっているし、本当にマルチな才能を持っていらっしゃるわよね。個人的な感想なんだが、キョン役の杉田さんと、春日役の平野さんが共演していると、ちょっと嬉しくなるぜ。9人目に紹介するのは、平賀源外だぜ。源外さんは、江戸屈指のからくり技師よ。高杉にそそのかされて、当時騎兵隊に所属していた息子の仇を取るため、将軍を襲撃して指名手配されるんだよな。あんまり生活は変わってないみたいだけどね。頭は玉、体はガンダムでケツプリンなからくり人形を作ったり、金時の木刀とカグラの番傘を、醤油が出るように改造したり、バカなからくりも作るが、金時や、ナノマシンである蜂、映画ではタイムマシンを作るなど、かなりの天才なんだぜ。見た目通りの重要おじいちゃんよね。この、卵かけご飯へ並々ならぬ執着を持つ現在を演じたのは青野武さんだぜ。青野さんは、ちびまる子ちゃんの桜友蔵の二代目や、ワンピースの初代ミホーク、クリストファー・ロイドの吹き替えなどを務めた、誰もが知っている声優さんよね。2012年、惜しくも青野さんはこの世を去ってしまうが、現在の後任は、ちびまる子ちゃんで友蔵の三代目を務めた、
島田敏さんなんだぜ。10人目に紹介するのは服部善蔵よ。善蔵は元お庭番収納頭で、服部家の源頭主だよな。忍びとしてはかなり優秀だけど、地持ちだったり、B 戦だったりするのよね。しかも、ポラギノールがないと多量出血で、命に関わるらしいぜ。そんな、ジャンプを愛するフリーター忍びである善蔵を演じたのは、藤原啓治さんよ。藤原さんは、クレヨンしんちゃんの野原ひろしや、鋼の錬金術師のマース・チューズ、ロバート・ダウニー・ジュニアの吹き替えなど、一生忘れられない素晴らしい声を持った方だよな。見回り組の局長である佐々木伊三郎を演じたのは、遊戯王の城之内克也や、ワンピースのエネル、鬼滅の刃の産屋敷加賀屋などを務めた、どんな役でもこなす森川智之さんなんだけど、2020年に藤原さんが亡くなってしまった後、野原ひろしの後任を務めているの。完璧な二代目として、ひろしを自分のものにしているよな。そして、2021年に公開された、銀魂ザ・ファイナルでも、藤原さんの後任として善蔵を演じてくれたのよ。島田さんも、森川さんも、とても大きな役と一緒に、銀魂でも後任として参加してくれてすごく嬉しいよな。青野さんの源外さんも、藤原さんの善蔵も、これからもずっと銀魂ファンの記憶に残り続けるわ。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。他にも紹介してほしいキャラクターや、ここで紹介した声優さんの思い出やエピソードがあったら、コメント欄で教えてね。このチャンネルではこんな感じで銀魂の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。今回は、声優が豪華すぎる銀魂キャラ9000代2弾を紹介していくぜ。この動画では、その物語のキーパーソンや、銀さんたちの前に立ちはだかる敵キャラクターを、中心に紹介していくわよ。それじゃあ行くぜ。1人目に紹介するのは、沖田三つ葉だぜ。三つ葉はアニメ第86話から87話の、三つ葉編に登場したぞ。三つ葉さんは、沖田さんのお姉さんよ。彼女は、幼い頃両親を亡くした沖田さんを、女で一つで育ててくれたの。あのド S の沖田さんが、三つ葉さんの前ではおとなしい良い子になるくらい慕っているのよ。銀魂の女性キャラには珍しい、華奢でおしとやかなタイプの女性だよな。体は弱いけど、他の女性キャラと同じく芯が強いし、周りが低レベルでカラトウなのがギャップよね。三つ葉編では、彼女が貿易商のクラバトウマとの結婚を報告するために、新選組を訪れるんだ。同時期に、土方とアフロは不新鮮の調査をしていたぜ。すると、事件と三つ葉にはあるつながりがあることが、判明してしまうんだぜ。お互いに惹かれ合い、すれ違ってしまった土方さんと三つ葉さんの恋模様や、沖田さんと土方さんの、複雑な関係性、そして物語が迎える結末、すべてにおいて切ないエピソードなのよね。沖田三つ葉を演じたのは、島本澄さんだぜ。島本さんは、清純で澄んだ美しい声が特徴で、風の谷のナウシカのナウシカや、ルパン三世カリオストロの城のクラリスなどを務めているわよ。空知先生は松平役の若本のりおさん以外、自ら声優を指名することはなかった。空知先生の頭の中では、三つ葉はナウシカの声だったそうなんだが、そんなすごい人が銀魂に出てくれるわけないという理由で、指名できなかったそうだ。おしとやかな人という希望だけ出したら、ナウシカご本人がキャスティングされたんだぜ。アニメスタッフと、空知先生のイメージが、見事に一致した奇跡のキャスティングよね。三つ葉編では他にも、三つ葉の婚約者であるクラバトウマを、ケロロ軍曹のギロロ五長や、ピースメーカー黒金の土方歳三、最近では、ゴールデンカムイの土方歳三などを務めた、中田ジョージさんが演じているぜ。いろんな意味で、土方さんに縁のある方ね。中田さんは他にも、アニメ第27話、刀じゃ切れないものがあるの。同心役でも出演しているわよ。二人目に紹介するのは、坂田金時よ。金時は、アニメ第253話から256話の、金魂編に登場するぜ。半年のアニメ再開でよろず屋に戻ってきた銀さん。しかし彼を出迎えたのは、銀さんのことを。お客さんと呼ぶ、新八とかぶらちゃん。そして、見知らぬ金髪ストレートヘアーの、坂田金時と名乗る男だったの。酔っ払って、よそのアニメんちに突撃朝ごはんしたと思った銀さんは、一旦その場を後にするけど、そこは紛れもなく自分の家だったのよ。歌舞伎町の人間は銀時のことをすっかり忘れているし、番組のタイトルは、新聞のラテ欄まで金魂に、公式サイトは金魂仕様に、オープニングエンディングも銀時のシーンを金時に差し替え、クレジットの順番まで組み替えられていて、主人公の玉座が、銀の玉から金の玉に変わっていたんだよな。銀さんの逆転を克服したパーフェクト主人公坂田金時を演じたのは、中村雄一さんよ。中村さんは、マクロスフロンティアの早乙女アルトや、大きく振りかぶっての阿部隆や、最近では、呪術廻戦の五条悟など、
爽やかな好青年から、ひょうひょうとしたイケメン。悪役や男の子の役まで演じ分ける声優だぜ。金さん役の杉田智和さんと中村さんは、プライベートでも仲良しなことで有名なの。アニメ放送当時は、ネットが大盛り上がりだったのを覚えているわ。杉田さんは、金玉編収録を振り返って、この人が主人公をやった方がいいのではないか?と危機感を覚えるくらい、仕上がった演技だったと中村さんの演技を絶賛しているぜ。4人目に紹介するのは、草薙だぜ。草薙はアニメ第334話から336話の、魔剣編に登場するわよ。ある日、よろず屋の3人は、お登勢の旦那の形見刀を研ぎ直すために、鍛冶屋である鉄子の元へ訪れていたんだぜ。で、銀時は、抜き身のまま転がっている、ある刀を見つけるんだ。鉄子ちゃんも知らない刀だったのよね。金時はその刀を中華鍋に転職させようと、炉の中に放り投げるが、刀は自力で脱出して銀時のケツにぶっ刺さるんだぜ。展開が急すぎる。草薙はただの刀ではなく、エクスカリバー星という星からやってきたアマントなんだ。エクスカリバー星人は、どんな形にも変化できる金属の体を持った生命体で、様々な武器に姿を変えて、様々な星で戦ってきた傭兵部族らしいぜ。草薙は、妻だった元鞘の鞘である鞘子を探すため、金時のケツを貸してほしいと頼むんだぜ。どうしてそうなった？コテコテの関西弁を話す、全裸の草薙メンバーを演じたのは、堀川亮さんだぜ。堀川さんは、ドラゴンボール Z のベジータや、名探偵コナンの服部平次など、長く愛される、主人公の良きライバルを演じることの多い印象があるわよね。この回は堀川さんが出演する、名探偵コナンのパロディがぶっ込まれているぜ。アニメ第335話の次回の予告パートでは草薙が、せやかてくどう、あ、いやちごうた銀時はん、と服部平次のセリフでみんなが大好きな、せやかてくどうを言わせたり、コナンのセリフである、バーロー、銀時に言わせたりしていたぜ。予告のテロップにも、ネクスト〇〇ズヒントって書いてあったり、BGM も微妙に似てるのよね。4人目に紹介するのは、堕落よ。堕落はアニメ第13話、コスプレするなら心まで飾れに登場するぜ。ハムコの創作依頼を受けたよろず屋は、ハムコの行動を探るうち、天聖鏡と呼ばれる麻薬を売買していた。宇宙海賊、春雨に襲われてしまうのよ。ハムコ懐かしい。ハムコはなんとか助けた銀さんだけど、堕落の攻撃で負傷し、新八とカブラちゃんは、拉致されてしまうの。金時とキャプテン勝浦は、海賊っぽいコスプレをして、敵船に乗り込むんだよな。病的なまでに潔癖すぎる、宇宙海賊春雨の末端組織頭目を演じたのは、中尾雄星さんよ。中尾さんは、ドラゴンボール Z のフリーザや、それいけ、アンパンマンのバイキンマン、ブリーチの黒土まゆりなど、鋭く噛んだ回独特の声色で、狡猾で強い悪役が印象的だけど、一方で、皮肉屋で臆病な小物を演じたり、老人役を演じたりいろんな役をやっているよな。堕落は一見強そうなキャラクターだけど、春雨組織では末端だし、雑魚キャラなのが声とのギャップよね。原作やアニメではその後の消息は不明だが、任天堂 DS のあるゲームでは、堕落のその後が見られるそうだぜ。5人目に紹介するのは、と、502号だぜ。502号はアニメ第69話から71話の、不良編に登場するわよ。近所のゴミ捨て場で、謎の生首を拾った銀時。この首の正体は、巷で人気のカラクリ家政婦だったんだぜ。卵割り機から、玉という名前をもらった彼女は、ここに来るまでの記憶がなかった。そんな折、玉の生みの親、林雄山博士殺害事件が報道されたんだぜ。なんと、この殺人容疑をかけられているのが、玉だったんだ。よろず屋と玉さんは、502号を筆頭としたカラクリたちに追われることになるのよね。林博士の人格データが組み込まれた、ハイテクカラクリと、502号を演じたのは神谷博さんだぜ。神谷さんは、ワンピースのトラファルガー、ローや、進撃の巨人のリヴァイ、ジュラララの折原イザヤや、物語シリーズのあららぎ小読みなど、タイプは違うけど、それぞれ超人気キャラクターを務めている印象があるわね。神谷さんは、シリアスキャラの502号の他に、別のギャグキャラとして、金玉に再出演することを、熱望していたそうだぜ。金玉のアニメが放送された日は、放送直後に、今日の銀玉も抜群に狂ってたな、などの感想メールを、杉田さんに送っていたそうよ。6人目に紹介するのは、宝泉よ。宝泉は、アニメ第139話から146話の、吉原炎上編に登場するぜ。ある日、銀さんは街ですれ違った男の子から、財布をすられてしまうの。捕まえて事情を聞くと、男の子はセイタと名乗ったわ。セイタは吉原桃源郷一の花魁である日の輪を、自分の母親だと主張。彼女に会うためにお金が必要だったそうよ。金時はセイタに盗みから手を引かせて、日の輪と会える算段をつけるが、うまくいかなかったんだよな。
吉原を支配する八王宝仙は、日野輪を手放したくないの。聖太は、宝仙の指示で命を狙われてしまうのよ。カムイの師匠で、春雨の元幹部でもある宝仙を演じたのは、銀河万丈さんよ。銀河さんは、北斗の拳のサウザーや、機動戦士ガンダムのギレン、ザビなどのアニメや、海運、何でも鑑定団や、クレイジージャーニーのナレーションなど、重厚で渋い声色が素敵な声優だよな。威厳のある悪役を演じることが多い銀河さんだけど、ご本人はとても温厚な紳士なんですって。ちなみに、銀河万丈という特徴的な芸名は、占い師が決めてくれたそうだぜ。7人目に紹介するのは、ジライアだぜ。ジライアは、アニメ第177話から181話の、ベニクモ編に登場しているわよ。宝仙亡き後、大きな抑止力を失った吉原では、様々な犯罪が横行していたんだ。とりわけ問題になっていたのが、非合法薬物の売買。その取引一切を仕切っている男を捕まえてほしいと、よろず屋は日の輪から依頼を受けるんだぜ。男の手がかりを得るために、ベニクモ島に潜入する銀さんとツッキーだけど、二人の前に現れたのは、死んだとされていたツッキーの師匠であるジライアだったのよね。初代百科の棟梁であり、つくよの師匠。本名は飛田断蔵という元鬼は晩秋の、ジライアを演じたのは、やら優作さんだぜ。やらさんは、ちびまる子ちゃんの桜ひろしや、ドクタースランプののり巻きせんべいなどの、ユーモラスな役が印象的だけど、このジライアや、アーノルド・シュワルツェネッガーの初期の吹き替えなど、シリアスでかっこいい役もこなせちゃうのよ。ベニクモ編には、前蔵役で藤原啓治さんが出演しているんだが、藤原さんも国民的アニメ、クレヨンしんちゃんのお父さん役である野原ひろしを務めているんだ。国民的ダブルひろしの共演を、なぜか銀玉で見れちゃうわよ。8人目に紹介するのはおぼろよ。おぼろは、天道宗派下の暗殺組織、天正院奈落の首領だよな。彼は、一国形成編で銀さんの敵として登場するんだけど、少年時代、奈落に襲撃を受けて絶命寸前のところを、うつろに助けられた過去があるの。うつろの血をおぼろに分け与えたんだよな。それ以来うつろに恩義を感じたおぼろは奈落に入り、うつろを、先生と呼び慕うようになるのよ。松下村塾を立ち上げるきっかけになったのは、他でもないおぼろなの。おぼろは銀時や、高杉、桂の兄弟子なんだよな。吉田松陽が誕生するきっかけになった、おぼろを演じたのは、井上和彦さんよ。井上さんは、ナルトの畑かかしや、夏目龍神町のにゃんこ先生、ジョジョの奇妙な冒険のカーズなど、デビュー40年を超えても、第一線の仕事が途絶えたことがないという、スーパー声優だぜ。一国形成編で銀さんと戦っている同時期に、ジョジョの奇妙な冒険では、カーズとして、ジョセフ・ジョースターと戦っていて、毎日のように杉田さんと会っていたそうよ。同時期に仇役になってしまったので、次は仲良しの役がいいよねと、杉田さんと話していたそうだ。9人目に紹介するのは、うつろ・吉田松陽だぜ。うつろは天正院奈落の先代棟梁で、天道宗の一角。アルタナの影響で不死の体になってしまい、500年もの間、何度も死んでは蘇っているの。その苦しみを乗り越えるために、うつろは無数の人格を生み出したんだぜ。吉田松陽は長い年月、うつろに抗った唯一の人格なんだ。松陽先生は、銀さんや高杉さん、桂さんの恩師で、銀さんにとっては親に等しい存在だったの。さっき紹介したおぼろのおかげで、人格がうつろから、松陽先生に移り変わっていたそうなんだけど、銀さんの手で首をはねられ、蘇った時には、松陽先生の人格は完全に失われたそうよ。銀玉史上最強最悪の敵と、銀時の恩師。この複雑な役であるうつろと吉田松陽を演じたのは、山寺宏一さんだぜ。山寺さんは、新世紀エヴァンゲリオンの火事領事や、それいけ、アンパンマンのジャムおじさん、チーズ、カバオくん、釜飯丼などの複数の役、ヤッターマンのナレーションや、ヤッターワン、おだて豚などの複数の役、ディズニーのドナルド・ダックやジーニー、スケッチなどの複数の役や、ウィル・スミスの本人公認吹き替えなど、とにかく数多くの役を務め、七色の声を持つ声優と言われるすごい方よ。一つのアニメで何個も役を演じていても、声色を変えられるのがすごいよな。そういえば2013年に公開された、劇場版銀魂よろずやよ永遠なれでは、時間泥棒としても出演していたわよ。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。他にも紹介してほしいキャラクターや、今回紹介したキャラクター、声優の思い出なんかも、コメント欄で教えてくれたら嬉しいわ。このチャンネルではこんな感じで銀魂の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。今回は、後に、鬼滅の刃にも出演した銀魂声優たちを、双方の役柄と一緒に紹介していくぜ。同時期に劇場版が公開され、銀魂にその人気を利用された、鬼滅の刃、
まさか、銀魂ザファイナルの入場者特典が、空知先生書き下ろしの、炭治郎&柱イラストカードなんて誰が予想できた？実は後藤下小夜春先生は、ジャンプに漫画を送るきっかけは銀魂でしたと、コメントするほどの銀魂ファンで、この便乗を喜んでくれたそうよ。そんな微妙に縁のある鬼滅の刃の人気に、私たちもあやかって、鬼滅の刃刀鍛冶の里編までで、銀魂にも出演した声優たちを、あんな人いたっけ？というレベルまで紹介していくから最後まで楽しんでいってね。最初に紹介するのは、杉田智和さんだぜ。彼は、我らが銀魂の主人公、坂田銀時を演じているぞ。そして、鬼滅の刃では鬼殺隊最強の剣士で、岩柱の姫島行明を演じているわよ。杉田さんは、2020年12月19日に開催した、ジャンプフェスタ2021オンラインで、空知先生の手紙により、銀魂のスパイであることが明かされていて、鬼滅の声優たちの台本にうんこする指令を、空知先生からもらっていたようだ。それ、うんこをしなくちゃいけない杉田さんも被害者じゃない？ちなみに、炭治郎&柱イラストカードにも、銀魂のスパイが隠れているそうよ。次に紹介するのは、釘宮理恵さんよ。彼女は、銀魂のヒロインであるカグラを演じているわ。あれ？釘宮さんって鬼滅の刃出演してたっけ？実は2023年の4月から放送された新シリーズ、刀鍛冶の里編に登場した。霞柱である時遠無一郎の春日井ガラスの声優が釘宮さんなんだぜ。ああ、あの、まつげが長くてちょっと高飛車っぽい女の子のカラス？そうだ。彼女の名前は、銀子というそうだ。そういえば、銀さんが、モンハン編や、性別逆転編で使用していた名前も銀子だったわね。すごく薄いかもだけれど、銀魂とのつながりをちょっぴり感じちゃうかも。この、春日井ガラスの銀子には、バッカじゃないのあんたというセリフがあり、このセリフを釘宮さんに言わせたいがために、キャスティングしたのでは？という噂もあるぞ。釘宮さんの、バッカじゃないの、でしか取れない栄養ってあるもんね。この銀子の登場にネットでは、これで銀魂のスパイがまた増えたと話題になった。実は、春日井ガラスは他にも銀魂に縁のある有名声優が起用されていて、炭治郎についている天王寺松右衛門という春日井ガラスを、騎兵隊、川上万歳を演じた山崎匠さん。縁柱である煉獄杏寿郎についている要という春日井ガラスを、我らがゴリラストーカー剣心戦組局長を演じた、千葉進さん。そして、名前は不明だが銀魂のアニメ第93話、ヒーローだって悩んでるで、チェリー大佐を演じた高木渉さん。同じくアニメ第48話、似てる二人は喧嘩するデパルコさん兄弟の長男。他、大藤屋監修、パクヤサなどを演じた檜山信之さんが春日井ガラスを担当しているぞ。春日井ガラスの声優大物ばかりじゃない。っていうか、檜山さんそんなに銀魂に出演してくれていたの？もはや準レギュラー。次に紹介するのは、鈴村健一さんだぜ。彼は、新選組一番隊隊長でエスの申し子を北総合を演じているぞ。そして、鬼滅の刃では蛇柱のイグローバナイを演じているわよ。鈴村さんは、銀魂ザファイナルの舞台挨拶で、鈴村さんの父である、俊夫さんから、鬼滅の刃と銀魂に出演しているのかという、電話があったと語ってくれたぞ。アニメに詳しくない俊夫さんですら、知っているということは、それほどこの2作品がヒットしたんだと、その時感じたそうよ。次に紹介するのは、日野聡さんよ。彼は銀魂で、カグラちゃんの兄であり、宇宙海賊春雨、第7師団団長のカムイを演じているわ。そして鬼滅の刃では、縁柱の煉獄杏寿郎を演じているぜ。実質、劇場版、鬼滅の刃無限列車編の主人公とも言える煉獄さんの人気は凄まじく、ネットでは、400億の男とも呼ばれているわ。正義感が強く、非常に健全な精神を持った煉獄と、戦闘狂のカムイはかなり正反対の印象があるよな。初期の、強さだけを求めていたカムイなら、絶対に分かり合えない二人って感じね。なお、先ほど紹介した鈴村さんと日野さんの二人は、空知先生から、裏切り者扱いされている。また、煉獄さんの父である煉獄真珠郎を銀魂で春雨第4師団団長、昇格を演じた小山力也さん。煉獄さんの母である、煉獄ルカを、文通編で、沖田に一瞬で調教された姉妹の妹、うららを演じた豊口恵さん。煉獄さんの幼少期を、銀魂ではアイドル編でギャラクシーキングダムビッチ48のビチエを演じた伊勢マリアさんが務めるなど、煉獄家のほとんどが銀魂にも出演しているぞ。次に紹介するのは、石田明さんだぜ。彼は、銀魂で、ズラじゃないカツラだこと、カツラ小太郎を演じているぞ。そして鬼滅の刃では、上弦の三の鬼である赤座を演じているわよ。方向性は違うが、どちらも狂気的なキャラクターだよな。絶対に話が通じなそうよね。主にカツラさんのせいで。ちなみに石田さんだけは空知先生から許されていて、
その理由は、どうせあいつは、鬼滅の現場でも誰にも心を開かないからだそうよ。次に紹介するのは、三木真一郎さんよ。彼は、銀魂で声のでかい人、坂本達馬を演じているわ。そして鬼滅の刃では、炭治郎の父である竈門炭十郎を演じているぞ。どちらの役も登場回数はそこまで多くないものの、物語に必要不可欠なキャラクターたちね。また、炭治郎の母を演じている桑島のり子さんは、幼少期の高杉の声も務めているぞ。次に紹介するのは、小安武人さんだぜ。彼は、銀魂では騎兵隊総督である、高杉晋介を演じてるぞ。そして鬼滅の刃では、最終選別が行われた藤重山にいた、手鬼と呼ばれる鬼を演じているわよ。初期の鬼滅の刃では、確かにとても強い鬼ではあるが、ここで小安さんを起用するのか、と、結構驚いた記憶があるぜ。鬼滅の刃の初期シーズンである、竈門炭治郎立志編に登場している鬼たちも、銀魂に出演経験のある豪華声優陣ばかり、炭治郎たちが道中で遭遇し、割と早い段階でやられたお堂の鬼を、顔面男性器こと南戸末や陰陽師、ケツの生命を演じた緑川光さん、鼓を使って攻撃してくる鬼、境外を、おつーちゃんの元彼である五右衛門を演じた、諏訪部純一さん、母とされているが、実は幼女という設定で、一部のファンに根強い人気のある母雲を、沖田さんに調教されたゲームキャラクターの歌会さやかを演じた、小清水亜美さん、見かけによらず狡猾な姉雲を、スケットダンスとのコラボのためだけに、ビチグソ丸にキャスティングされた、白石良子さんが務めているわよ。個人的に五右衛門が懐かしすぎる。次に紹介するのは、桜井貴博さんよ。彼は、銀魂では新選組のアフローこと三番隊隊長である、斎藤志丸を演じているぜ。そして、鬼滅の刃では水柱である富岡義勇を演じているぜ。どちらも無口なところがそっくりだぜ。ちなみに、いろいろあった桜井さんだけど、次のシーズンである、柱稽古編での続投が決まったそうだぜ。新選組体質流れで次に紹介するのは、関俊彦さんだぜ。彼は、銀魂で、連発新選組大使、神山五郎を演じたぞ。そして、鬼滅の刃では鬼滅の刃における最強の敵である鬼舞辻無惨を演じているわよ。神山が登場した時、あの関さんを銀魂ではこう使うのかと、驚きを通り越して爆笑したよな。鬼舞辻無惨といえば、パワハラ会議が話題になったと思うんだけど、そこで犠牲になった左源の鬼たちの声優も、銀魂に出演していた人がいるわ。左源の鬼の後一点である無加坊、おたえさんと一緒にキャバクラで働く花子を演じた上田かなさん。鬼舞辻無惨の血を要求してしまい、身の程をわきまえろと言われあっけなく退場した六郎。トイレ掃除の会で大活躍したほくろこと、新選組大使、くまなく製造を演じた楠木大天さんが演じたわ。次に紹介するのは、森川俊幸さんよ。彼は、銀魂で見回り組長エリート局長である佐々木三郎を演じているわ。そして、鬼滅の刃では鬼殺隊の最高責任者で、親方様と呼ばれている、産屋敷加賀屋を演じているぜ。親方様も生粋のエリート感あるわよね。ちょっと方向性は違うかもだけど、産屋敷家は他にも、産屋敷加賀屋の妻である産屋敷山根を、将軍暗殺編に登場した、伊賀城人の一人で、メイド姿の桃地ラッパを演じた、佐藤里奈さん。その二人の息子である、産屋敷キリアを、幼少期のおぼろを演じた結城葵さんが務めているぞ。次に紹介するのは、井上和彦さんだぜ。井上さんは、銀魂で天璋院奈落の狩猟にして、奈落三馬カラスの一人であるおぼろを演じているぞ。そして、鬼滅の刃では炭治郎の記憶に登場した、火の呼吸の階祖である、杉国より一を演じているわよ。おぼろも、より一も、物語の後半でとても重要なキャラクターだということが判明するのよね。井上さんの低く落ち着いた声は、物語をより深いものにしてくれている気がするぜ。また、より一の兄で上限の一の鬼である、国志望を演じているのは、アニメ銀魂第96話、男なら諦めるなで、海坊主とアトラスネオの CM に出演していた、岩の府を務めた沖合優太郎さんよ。岩の府。そんなやついたな。次に紹介するのは、大塚宝中さんよ。彼は、銀魂で春雨第7師団の副団長を務める老け顔の32歳。名言は、人生は重要な選択肢の連続であるアブトを演じているわよ。そして、鬼滅の刃では炭治郎の師匠で、名言は、判断が遅いである、鱗滝左近次を演じているぞ。大塚さんの演じる数多くのキャラクターの中でも、鱗滝さんとアブトは、特に人気の高い二人なんですって。ちなみに一番人気のキャラクターは、ナルトのジライヤなんだそうだ。次に紹介するのは、浪川大輔さんだぜ。彼は、銀魂で徳川しげしげとはまた違うベクトルでかわいそうな将軍、徳川信信を演じているぞ。そして、鬼滅の刃では人の話を聞かないぶっ飛び刀鍛冶の、鋼塚蛍を演じているわよ。
刀鍛冶の里編では鋼塚さんのかっこいい素顔が公開されたけど、ノブノブも鋼塚さんも、違うベクトルで残念なイケメンって感じよね。同じく、刀鍛冶の里編で、里の王者として登場した鉄器河原鉄人を、銀玉の長編である、紅雲編で、月夜の師匠、ジライアを演じた、ヤラ優作さんが務めているぞ。ヤラさんといえば、国民的アニメ、ちびまる子ちゃんのお父さん役が有名よね。次に紹介するのは、沢城みゆきさんよ。彼女は、銀玉でアニメ第224話、青と赤のエクスタシーに登場した、電脳天使ブルーレイクを演じたわよ。そして、鬼滅の刃では、遊郭編に登場。上限の6の一人で、美しさが魅力の滝を演じたぜ。滝は、帯を自由自在に操って戦うんだけど、その帯を演じたのが、銀玉では、性別逆転編で沖田さんが女性になった姿である、沖田総子も務めた伊藤静香さんなの。私たちの発想だと、帯も沢城さんが演じると思っていたよな。まさか帯に伊藤さんを起用するなんて、贅沢だ。この、遊郭編に登場し、滝の標的になった恋夏をイランを演じたのは、松平片栗子の娘である松平栗子の、斎藤千和さんなんだぜ。次に紹介するのは、関智一さんだぜ。彼は銀玉で、宇宙海賊春雨第二師団長で、見かけによらずドジッコの馬頭を演じているぞ。そして、鬼滅の刃では風柱である品津川さねみを演じているわ。銀玉に出演した柱役は他にもいて、派手柱こと音柱脳髄天元を、アニメ銀玉第110話、人は皆自分という檻を破る脱獄集で、15年間脱獄のために穴を掘り続けた男、末吉や、アニメ第186話から187話の、六角事件編に登場した、お姉っぽい敵、天道宗達を演じた、小西克幸さんが務めているの。小西さんって2回も銀玉に出演してたのか。しかも、霞柱の時東武一郎役の川西健吾さんもアニメ第299話、渡る世間は愛ばかりで、ラブチョリスをプレイしていたオタクエイを演じているのよ。オタクエイ、ちょっと待て。っていうか9人の柱のうち7人が銀玉にも出演しているんだが、次に紹介するのは、刀鍛冶の里編に登場した、上弦の師、ハンテングを演じた方々よ。このハンテングは分裂して戦うんだけど、分裂した鬼は別の声優さんが起用されているの。担当した6人のうち、3人が銀玉にも出演していたぜ。まず、本体のハンテングを演じたのが、アニメ銀玉第189話のガンダムパロディで、登場した、海、紫電そっくりの記者古川紫電を演じた古川俊夫さん。ハンテングの分身の一人で、尺上から電撃を繰り出して攻撃する赤道、アルタナ解放軍の提督である炎章を演じた梅原雄一郎さん。そして、分裂した4人の鬼が融合した最強の分身、総白天を、銀玉史上最強の敵、虚ろを演じた、山寺宏一さんが務めているの。総白天が登場した時、エンディングが流れるまで誰も山寺さんが演じているなんてわからなかったよな。どう聞いても今までの山寺さんが演じたキャラクターの声と一致しなかったものね。さすが七色の声を持つ声優。普通に七色どころじゃないわね。最後に紹介するのは、下野宏さんだ。彼は、鬼滅の刃で炭治郎の同期で主要な登場人物の一人である、吾妻善逸を演じているんだが、実は銀玉にも出演していたのを知っていたか？え？登場してたかしら？記憶にないんだけど、下野さんが銀玉に出演したのは、アニメ第22話、結婚とは勘違いを一生涯し続けることだで、始末やさっちゃんの仲間で、ネズミ屋に人質にされたユジを演じているんだ。ユジって言われても全然ピンとこない。また、善逸の師匠である桑島治五郎を、アニメ第156話、屋台に入るには微妙に勇気がいるで、愚痴り屋の親父と、そよ姫の世話係であるジーヤこと六天埋蔵を演じた千葉茂さんが務めているぞ。ちなみに、ユージの相棒で一緒にネズミ屋に捕まったマサオ、鬼滅の刃の主題歌で一世を風靡した女性歌手リサさんの夫である鈴木達久さんが演じているぞ。鈴木さんだけ間接的すぎる。っていうかマサって誰？そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。有名な声優さんばかりだから、出演作品が被るのはよくあることなんだけど、改めて見ても豪華な声優さんばかりよね。今後、3年 B 組銀八先生のアニメ化も決定したし、鬼滅の刃パロディとかやらないかしら。そんな淡い期待を込めて、この動画を作ったところもあるな。この動画で紹介しきれなかった、銀玉出演声優さんもたくさん鬼滅の刃に出演しているの。知っている人がいたらぜひコメント欄で教えてね。このチャンネルではこんな感じで銀玉の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。